今日は昨日 NHK E テレで放送があった女殺し油の地獄の下座音楽を弾きます。でもちろん主演は仁左衛門でして、これは2009年の一世一代の舞台でした。で私もちろん何回か生も見に行きましたし、千秋楽も見たんですけども、本当にまあこう見てて憎めないというか、なぜあなたはお金を貸してあげないんだという気持ちになってしまうというね、何とも見えない魅力があるんですよね。で、まあね、こういうこのねシーンがね非常に有名ですけども、もっと2幕とかの、親になんかこう嘘ついてるとことかね、ふてぶてしいとことか、出て行けって言われて襖バシバシバシって開けて顔出すとことかね、なんかとてもそこのところのにそのとんでもないね、わがまま息子の魅力というんですか、プッツンな魅力というんですか、が溢れております。で、またこの楽譜がですね、2幕で与平が登場するところ、まあ油こう稼いで、もうこんなもん歌って、神地のお酒の一滴もならないとかいうとんでもないことを言ってるシーンなんですけど、そこでかかる、そこで弾く下座音楽です。ということで、幕が開いてからこの曲になるまでの下座音楽を弾きます。2幕の歌の下座音楽終わって幕が開いたところからですね。そしてこれは河内屋の家でお父さんが座ってて、そこになんか山の修行をしてきたっていうんですか、そういう与平のまあ友達っていうかがいて、まあ喋ってるところです。で、そこは与平は行くと言って行かなかったので、まあ相手はみんな心配して見に来てくれたと。そして、まあ父である徳兵衛は、まあ苦虫を噛みつぶしたように、またあいつ嘘つきやがってって感じで、まあ皆さんにも謝ってるんですね。で、まあセリフに乗せた曲ですから、ゆったりして聞きます。まあ、これが2回ぐらいか、2回ちょっと繰り返されたところで、まあその仲間たちは帰っていく。そうすると、与平のお兄さんが大変なことが起こったって言って、バーッと舞台に出てくるんですね。そこはこの曲の一部を早く弾きます。という感じです。そして、与平が、喧嘩から、殿様の馬に泥を投げちゃって、まあ、切腹しなきゃいけないような事件が起きて、その責任をこむって、おじさんが浪人したみたいな話をお兄さんが言うんですね。そこでもう、徳兵衛はもうがっくり来て、ついにそういうことをしでかしたかというふうになるんですけども、そして、ママ父なれぼて親親っていうところで、さっきの曲をちょっと変えて、ものすごく物悲しく弾いてました。セリフはもちろん年配者で前のでゆっくりしてるし、まあこの辺で同じメロディーでも雰囲気をかける下座音楽の面白さかな
と思います。そして、その後、まあ、おかちの病気を治すということで怪しげな法院さんが出てくるんですけど、そこの音楽はで結構はっきりしてまして、そこからちょっとゆっくりして、みたいなとこで終わります。で、この音楽は後でまた使われますね。で、まあ、途中でそれで、義太夫、いわゆる竹本が入ったりして、それから、与兵の登場になるんですが、これは楽譜があるんですね。今までのとこは、録画なんかも見ながら、耳コピしたんですが、ここは楽譜がありまして、これは、歌舞伎音楽修正の上方編を国会図書館でコピーしてきたものですね。ここに、女殺し、油地獄の2幕目で、与兵が油気を担いでのでは、この歌ということで撮ってきたんです。で、これを弾きます。もう舞台では彼のこの、もう悪事がもうバレちゃってるんですね。そしてうんざりした空気の時に、能天気に、両天秤に油を、苔を隠いで、まあ、全く似合ってない、腰の据わんない感じで出てきます。セリフがあって、あーしんどって感じで、こんな一日ね油打ったって新地の酒の一つもならないとかいう、もうとんでもないことを言ってるんですけど、まあそれがなんか憎めないですよね。そして舞台に向かっていくときにまた音楽が続きになりまして、今度は歌なしでね、下座音楽として続いていきます。ここ通してもう一遍弾きますね。ですね、他でも町名と商売をね、商品名を変えて出入りに使われているということですが、この女殺し油地獄はまた下座音楽の新しいのも出て、最後になんじゃいのってこう家を出ていくところまでありますので、次はまたその続きを弾きたいと思います。今日は以上です。